ジョーローゼンタールジョーローゼンタールはアメリカの写真家。イオ島の戦いで日米両軍が死闘の末、5人のアメリカ海兵隊員と1人のアメリカ海軍兵が、イオ島のすりばち山の頂上に正常機を掲揚する瞬間を撮影した、イオ島の正常機でピューリッツァー賞を受賞した。1911年10月9日ワシントン DC でユダヤ系ロシア移民の子として生まれる。 写真に興味を持ち、世界恐慌後、仕事を探すために、サンフランシスコに移るが、ここで1932年サンフランシスコニュース誌に入社し、報道カメラマンとなる。弱視を理由に兵器を免れたローゼンタールは、AP 通信に移り太平洋戦争中は、海兵隊に従軍カメラマンとして、戦場を回った。特に常実の通り、 1945年2月23日の硫黄島の戦いにおけるすり鉢山の攻防後に5人の兵士たちが正常期を掲げ一人が固定のロープを探す写真は対戦中最も有名な写真のうちの一つとなった。ただし、この作品については戦闘末午前10時15分に旗を掲げたものを戦闘終了後の12時15分に 改めて5フィート8フィートと最初の旗の2倍の正常期を掲げる際に撮影した3枚のうち1枚とされる。1945年後半に AP を退社しサンフランシスコクロニクル社に入り引退するまで同社で35年の長きにわたりカメラマンとして活躍した。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件で写真家のトーマス・ E ・フランクリンが撮影した。 グランドゼロスピリットは、ローゼンタールの異様島の作品と類似が指摘され、ローゼンタールに対するインタビューが行われたほか、ローゼンタールとフランクリンの対談も行われた。2006年8月20日老衰のため、サンフランシスコ郊外の介護施設で死去した。94歳。ありがとうございます。